よく言われる、Gの場所あるじゃないですか、スポッツよりも、これがね、もう世の中で一番素晴らしき気持ちよきところだと言われてるんです。だけれども本当は G ではなく C のゾーンの方が大事っていうか C ゾーンなんですよっていう話をしたいなと思っております。産婦人科医のオディール、ビュイッソンさん、ビュイッソン勢いがありますね。外科医のピエール・フォルデスさん、このね、お二方がエコー画像を使ってこのマメちゃんをね、すげえなんか観察したというか、いろいろと研究をなさったんですって。で、研究した結果、このマメちゃんと花園ちゃんが接しているここを C ゾーンだと、 C ゾーンっていうこれがあるぞっていうのを明らかにしたんですよ。だからよく言われてる、そのいわゆる G と呼ばれていたのは実際はここのことなんですね。なんだけれども、そのなぜ C ゾーンと、なぜ C ゾーンと呼んでいるかっていうと、そのスポットっていうと、スポット、まあ英語とかお好きな人はね、体感的にわかると思うんですが、スポットっていうのはこう点ですよね。点で、今までっていう、その呼び、あー言っちゃったG 消そうG って言ってたんですけれども、スポットって言ってたんですけれども、そんなね、壺のようなスポットがあるわけではないんですよ。で、押せばただそれだけで天に昇るような気持ちになれるわけでもないんですよ。で、その、この花園ちゃんの内側の一体、この一体になんか気持ちよきになれる、この、まめこちゃんと隣接したゾーンが、あるっていうのは確かなんだけれども、必ずしもその人によって、もうどう、絶対にこう、なんていうの、2時の方向にありますとか、3時の方向にあります。いえ、これは9時の方向にあるものですとか、そういうものではなく、必ずしも常に同じ場所が気持ちよきということではなく、なんかこの辺、この C となる一体が、まめこちゃんと隣接していて、気持ちよきになるっていうのは事実っぽいっていう。なので、C ゾーンっていう風にこのお二方が言ったみたいなんです。まあ、みんなが実際に気になるのは、じゃあどのようにしたらそれで気持ちよきになれるんですかっていう、そこがね、一番。チャンネル登録や評価ボタンポチッと。よろしくお願いします。